皆さん、ナマステ。日本語のイピジのパーチャラへようこそ。私はカンナ・アニタと申します。今日のペーパーは14番ですね。モジュールの題は平成改革、その1です。それでは、はじめに、から参ります。昭和時代は日本の歴史において最もドラマチックな時代だったから、激動の昭和とか動乱の時代と呼ばれてきました。それは昭和の63年間で日本が戦争で完全に荒廃された後、昭和時代が終わる頃にはアメリカを脱ぐほどの経済大国になっていたからです。しかしその後の平成時代も浮き沈みの激しいバブルが弾け、日本経済が長期にわたる不況に見舞われました。したがってその後の時代が失われた20年とか平成不況とも言われています。しかし5年前から続く安倍政権によるいくつかの大胆な改革がごく最近効果を発揮し始めていて、長期的な見通しははっきりしていないが、ここ25年で初めて日本経済のいくつかの目標、例えば円安のため日本からの輸出が増加していること、企業の経済利益が史上最高レベルにあることや、訪日外国人観光客が5年間で3倍以上に増加し、外国人による支出が急増したことによって、消費の拡大、有効、求人倍率が高水準にあるため、完全失業率が1990年以来初めて最低レベルの2.8% であることや、賃金の増加率が予想以上に好調であるようになっています。長期的な観点から経済の好循環が実現され、いかに述べる改革がすでに実施されているが、実施されようとしているから、今後いろいろな成長が期待できると言えます。できると言えよ。平成不況の原因。グローバル化の時代においてその時まで日本経済の強みだった輸出志向系経済系列企業と慈善主義がその弱みに転じ、加えて少子高齢化のため、就労人口の減少、製造業の海外への移転、円高普及のため、非正規労働の急増とその結果として、待遇の削減、個人消費の低下、ワーキングプアの急増、長期にわたるデフレなどが日本の経済力を大きく後退させました。平成の歴代政権がバブルの後遺症、とりわけ不良債権、経営破綻、雇用の確保、民間投資の急減などから事態を
回復させるのに精一杯構造改革の実施がうまくできなかった上、世界的不況など外的要因のため失われた10年が失われた20年になりました。安倍政権による改革、2013年に現在の安倍政権になってからこれらの問題から脱却するためや持続的な成長のためにこのシリーズで解説するいくつかの大胆な改革が実施されました。日本がまだ完全に不況を脱出したとは言えない上、まだ残されている課題も多いが、前述の通りいろいろな面で明るい兆しもあります。こういう政策上の改革が俗にアベノミクスとも呼ばれています。本シリーズでまずアベノミクスの3つの矢、2段階について紹介した上、一番肝心な構造改革とその効果について紹介したいと思います。アベノミクスの3つの矢、2013年に発足した安倍政権が2014年の初めに日本経済の足を引っ張るデフレから脱出し成長につなげていく経済政策を打ち出しました。それは俗にアベノミクスの三つの矢と呼ばれる。簡単にまとめるとそれは以下の通りです。第一の矢は大胆な金融政策で、金融緩和によって流通するお金の量が増やされ、デフレから脱却が狙われたということです。第二の矢は、機動的な財政政策で、需要を創出するために政府が10兆円規模の経済対策予算を編成しました。そして第三の矢は、さまざまな規制緩和や構造改革によって成長戦略の展開が狙われました。そして2015年9月に最初の3つの矢のうち、特に金融政策が円高、株高の面で効果を発揮した後、2020年に向けてアベノミクス第2ステージとして新3本の矢が発表されます。具体的に言うとそれは以下の通りです。規模の生み出す強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障。その後約 2.5 年が経過し、すでに第1と第2弾の矢の効果によって株価、経済成長率、企業業績、雇用など多くの経済目標が著しい改善を見せています。そして第三の矢、つまり構造改革でまず一番効果をもたらしたのは観光先進国政策です。いかに観光分野での主な取り組みについて触れたいと思います。
観光先進国、日本は自然、気候、世界遺産、伝統と近代の調和の取り入れた都市、独自の文化、世界一レベルの治安、優れた公共交通、世界的に定評のある食文化や日本人のおもてなしなど、観光客を引きつけるための条件が揃っていたことや、2004年から実施された Visit Japan プロジェクトや、2008年10月に設置された観光庁といった取り組みにもかかわらず、観光客は増加したものの、ポテンシャル性から見て限られていました。その主な理由は、観光ビザの制限、円高のため日本が高いというイメージが先行していたことなどでした。訪日観光客は2007年から2012年にかけて約840万人しかなく、日本が先進国の中で30位前後でした。2013年9月に2020年のオリンピック・パラリンピックが東京で開催されることが決まり、政府が2020年までに観光客数を2000万人にするという目標を掲げて、その実現に向けてさまざまな改革を実施しました。その結果、訪日外国人数が年々急増し、日本が現在観光客数でスペイン、フランスとドイツに次いで世界4位、アジアでは第1位になっており、2017年に世界で観光に関して最も改善された国となりました。それだけではなく、2013年まで日本への観光客による支出額が 1.41 兆円しかなかったが、2017年にそれが 4.4 兆円にまで増加しています。そのため、2016年3月に政府が従来の訪日観光客やその消費額に関する目標を大幅に前倒しし、以下のような新たな目標を設定しました。訪日外国人旅行者数2020年4000万人、2030年6000万人、従来目標。それだけではなく、2013年まで日本への観光客による支出額が 1.41 兆円しかなかったが、2017年にそれが 4.4 兆円にまで急増しました。そのため、2016年3月に政府が従来の訪日観光客やその消費額に関する目標を大幅に前倒しし、新たな目標を設定しました。日本の観光の課題、
訪日外国人旅行者の国籍の方より、アジア、台湾、韓国、中国、香港などからの訪問者が大半を占める。外国人が訪問する地域の方より、外国人の多くは東京、京都、大阪の3都会しか訪れていないので、地方創生のためにもそれを広げる必要があるということ。宿泊施設の不足、外国人観光客が急増するに伴って宿泊施設不足問題が数年前から深刻化しています。特にシーズン中、日本の国内旅行者が多いから予約が取れない状態がよく発生します。今後、旅行者をさらに増やすには、宿泊施設が最大のネックです。通訳、ガイドの不足。日本で報酬をもらって通訳をするには国家資格が必要です。2015年に登録者は1万8000人に次ぎませんでした。1年に約2000人の新規資格習得者しかなく、このままでは通訳、ガイド不足問題が深刻化する一方です。観光産業促進のための主な取り組み、ビザ発給要件の緩和。2013年以来、日本が順次にアジア諸国からの旅行者に対するビザ発給の要件を大幅に緩和し、数次入国ビザを発給するようにしただけではなく、中にはビザの免除まで適用されている国があります。MICE の誘致開催。MICE とは企業などの会議、企業の行う報奨、研究旅行、国際機関、団体、学会などが行う国際会議と展示会、見本市イベントの頭文字のことで、MICE は参加者が多いだけでなく、一般の観光旅行者に比べ消費額が大きいこと、などから高い経済効果とともに最近注目を集めるのが、MICE で人、金、ビジネス、知恵などを呼び込むことによるビジネス機会やイノベーションの創出です。日本の政府が2014年以来、MICE の誘致にかなり力を入れてきました。その結果、2015年にMICEの経済波及効果が5905億円で、日本のランキングが世界で第7位でしたと言います。免税制度の拡充や免税店の拡大。2016年5月より免税制度が改正され、外国人が一度に5000円以上の買い物をすれば 8% の消費税の支給
その場で受けられるようになりました。免税店の数が急速に増え、2017年末には42,791店にまで増加しました。民泊新法の制定。外国人観光客の急増に伴って、宿泊施設が不足していて、2020年に東京オリンピックの開催を控えて、政府が全国各地にある約800万戸の空き家や部屋を年間180日間まで民泊として使うことによって、宿泊施設の不足問題を解消しようとしています。同時に、外資系ホテルやリゾートの日本市場への展開も促進されています。DMO の形成。欧米における DMO を真似し、日本政府も各地方の組成のために、2013年3月に日本系 DMO の必要性についてまとめました。同取り組みに基づいて、すでに100の DMO が登録されています。2018年3月にそのガイドラインが策定されました。DMO の役割は地域の資源のブランディングや効果的なマーケティング戦略策定などについて地域が主体となって観光地域づくりを行うことです。地方の空港の民営化や運営の統合法に外国人旅行者を地方に誘致するために政府が2013年の民活空港運営法に基づいて所有権の国に残し運営権の民間会社に与える制度を導入しており、すでに11の空港の民営化が進められています。こういう空港に国際便が直接乗り入れできるようになっています。さらに羽田の国際線便の数が 1.5 倍になっています。通訳ガイド制度について2017年6月2日に公布された改正通訳案内司法が2018年1月4日に施行されました。これにより通訳案内司の業務独占規制が廃止され、今後は資格を満たさない人であっても有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。それ以外にも魅力ある公共施設や重要文化財の公開、キャッシュレス環境の整備、ユーザーに優しいトラブルジャパンアプリの実施、英語が話せるタクシードライバーの養成、訪日プロモーションの実施、LCC 就航促進など、さまざまな国を挙げての施設が実施されており、今後、訪日外国人旅行者がまだまだ急増するに違いありません。